私たちはアミンチュを応援しています。この番組はピアライフボーンフリー信楽高原鉄道の提供でお送りします。僕はアニツブリ、知ったかぶりかいつぶりニュースの時間だよ。みんなで滋賀の面白いニュースを作る番組やで。今日は守山市の佐川美術館からオープニングをスタート。こんにちは。守山市瑞穂町にあります佐川美術館では、日本画家平山郁夫、彫刻家佐藤忠良、陶芸家楽吉左衛門の作品を中心に展示しております。お子様向けのワークショップも好評ですぞ。9月末からは企画展として高谷史郎の音と映像による楽吉左衛門展、吉左衛門 X 暗闇の音静寂の光が開催されます。それでは早速ニュースを作ろう。ロボ、取材に行ってきて。それじゃ行ってきます。ハイテク行き先。ここは木の本町でございますな。落ちてもケロリロボです。ケロケロ、この辺りにウインクするカエルさんがいると聞いてやってきました。どんなカエルさんなのでしょう。近所の方に聞いてみます。いらない、わからないよ。わからない。どうですか、どうしよう。ロボ、どこ町で探します。あ、お祭り。この日は木の本地蔵大縁日が開かれておりました。毎年約10万人の方が訪れる大きなお祭りでございますよ。また近くの木の本交友館は長浜戦国隊がふるさと博会場の一つとなっております。かつて実際に戦国の舞台となった木の本で当時の雰囲気に触れられますぞ。ロボさんが向かっておられるのは木の本地蔵院ですな。カエルさんはこっちかな。あなたウィンクしますか。立派なお堂です。カエルさんたちは身代わりガエルと呼ばれています。その昔、ここ木の本地蔵村の境内に住むカエルさんは、お参りに来る方が目の病気で苦しんでいるのに心を痛め、片目をつぶって代わりにみんなが元気に過ごせますようにとお地蔵様に身代わりの願をかけたという伝説があるのでございます。今でも健康を祈ってたくさんのカエルさんが奉納されているのでございますよ。へえ、立派なカエルさんたちです。ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンク。あー、これは
像の高さは約6メートル。日本で一番大きなお地蔵様の銅像だと言われております。秘仏となっているご本尊のお姿に似せて作られたもので、大きさはご本尊の3倍でございます。サイトに登録。ダンシングプリン。今回は牧野町メタセコイア並木で踊ったプリン。テレビの前のみんなも僕と一緒に踊ってね。それでは早速レッツプリン。無料カフェでお住まい探し、コンシェルジュがお出迎え。40種類以上のお飲み物とタッチパネルでのんびり物件チェック。今すぐお考えでなくても遊びにいらしてくださいね。売り込まれないからストレスなし。大津でお住まい探すならピアライフへ。この番組はピアライフ、ボーンフリー、信楽高原鉄道の提供でお送りしました。